ちは。とっても可愛くて簡単な箸袋を作っていきたいと思います。出来上がりはこんな感じです。用意するものは折り紙1枚です。まず裏側を向けてこの向きに置きます。この端をこちらに向かって端から3ミリ程度下のところで折ります。次に ここの長さとここの長さが同じになるように折り返します。になりました。ここまで折れたらこの部分を引っ張り一度すべて開きます。この向きのままここの端を中心に沿って折り返します。返したら折りたたみます。裏返してこの線をつけたところで出している部分を折り返します。表を向けてこちらの三角になっている部分を裏に折り返すのですが、この時この白の部分が少しだけ裏に行くように折り返します。だいたいこのぐらい折り返します。折り返したらしっかり折り目をつけます。向けてこれで箸袋の完成です。箸を入れるのはこちらの折り返した方とは逆側のこの部分になります。簡単ですのでぜひ作ってみてください。